んにちは、ブルーホースです。ということで、くる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 回ってて、マリオカート、違う、マリオカートってやつだったかな。ごめんね、今ね、全くね、イヤホンも何もつけてないから、何の音が繰り広げられて、ているのかっていうのが分かってない状態なんですよね。あれ、ちょっと待って、あれ、これ、ちょっと待ってね、今回も特別ゲストで、奥様にご参加いただいています。あ、1996年ですね。はい、この間バイオ5をやってた弟とですね、の生まれた年でございますね。そんなのはどうでもいいんだけど、で、今回も奥様とイチャイチャ動画でございます。ということで、2P プレイで、マリオグランプリで、やっていこうと思います。ちなみに奥様は、マリオカートは、ゲームボーイアドバンスと、なんだったっけ、スイッチしかやったことがないので、はい、一体どんなものなのかっていうのをご存じないと思いますね。はい。キャラもこんなに作れるのびっくりするでしょ。しかもね、カートをね、カスタマイズできないんですよ。ということで、ヨッシーでやってみましょうかね。あんまりキャラ性能の違いがどう違うのかっていうのが分かってないです。キノピオが良かったね。キノピオが良かったらしいです。はい。で、今回も奥様はですね、音声の出演は、一切、されないということでございますんで、相変わらずね、夫婦で楽しんでるはずなのに、旦那が一人でペラペラ喋るという感じの実況をお届けしたいと思います。はい。実際はめっちゃイチャイチャしてるんでよろしく。ということでやっていきましょうか。まあ、スタートなしとかもね、ピーピーピーぐらいのタイミングでやったらいい。ちょっと、ウィー、こんな感じですね。ベーって。はい。で、走っていきましょう。こんなぬるぬるやったっけ？やばい。アイテムすら取られへん。やばい。待って、ムブ僕呼んでこんな動きしたことない。あ、しかもいきなり雷フィーバー取ってる。やばい、嫁が殺戮兵器になりかけてる。あれ、ちょっと待って、消えた。マリオ消えた。ちょっとこんなぬるぬるやったっけ、これ。アイテム使えるの。うわー、うざいな。目の前に茶色ゴリラ、うざいな。ほんまにぬるぬるすぎて、むずよいしょー、オッケー、いけー。あ、ちょ、うっそー。ほい。これで今2周。やばい。いいね。ちょっとむちゃくちゃ。下手くそすぎる。ちょっと待って。もう、一生コースアウトしてる。で、ワリオ早いね。なんかドンキーが自分で巻いたバナナをくるくるしてる。食べ散らかすってのは良くないね。ドリフト走行が全くできない。むずすぎる。ふふー。ワリオどこよ？早くない？ワリオか、はるか彼方行ってんじゃん。君の名前、誰も歌えない歌詞もわからないザンス。やばい。3位に上がってきてる、3位に上がってきてる嫁さんが赤コーラを放つということはどういうことかってわかりますよ。あ、やった。出た。バナナという名の、うんちー！あ、飛んでた。画面の左端の方で、黄色い、バナナ色した、小太りのおじさんが吹っ飛んでいった。さっき、よし。もうね、こんなね、先とごときでね、つまずいてらんないんですよ。あ、いや、本来ドリフト走行したいんですけど、まあ、贅沢は言ってられないから、ちょっとよくって言って。そう、64のマリオってあれだよね、コインシステムもないからさ、こう、キャラのスピードが一定速度で変わらないんですよね。うん、オッケー。いやー、むずっ。めっちゃぬるぬるって。それは分かってくれてる。よかった。前回の、この間撮ったマリオテニスに関しては、なんかいろいろ共感を求めても、すべて首を横に振られてたんですけど、今、首縦に振ってくれたんで、僕はそれだけで今日安眠が得られそう。キノコ！キノコ、はい。どこに向かっていこうとしてんの？ドリフトむずすぎる。ドリフトやめよう、なんか。ぬるるは。こうやってアイテム、普通のレーシングゲームやってる。だからもうアイテムを取らずにやってるもんね。アイテムが取れない。そうするとバナナにやられるよね。そりゃそうだよね。ウィン。よし。相変わらずゴリラと、おっしゃ、来た。殺人怪獣。あ、この野郎取られた。あ、なるほどね。スティックを入れすぎずに、オッケー、いい感じ。よし。殺人恐竜。ヨッシーって恐竜なの？ドラゴンなの？ヒーフクー！
やばいやばい、後ろからもっと危ないやついる、後ろからもっと危ないキノコ来てる、来てるキノコ、キノコ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 、なんか腹立ったからゴリラ食ってます。あ、もうファイナルラップ、いやキノコ早いな、キノキノコあれやな、あちょ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 、これ追い抜かしたいけど追い抜かしたくない、追い抜かしたいけど追い抜かしたくない、この葛藤を許してくださいですよねー。なんあのしゃ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 、ラッキーラッキーラッキー、キノコぶっ飛んでる、キノコぶっ飛んでる、キョ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 、頑張って、おい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 、そこのそこの黄色、そこの黄色、そこの黄色、あ黄色、黄色い小太り。あキノコがあのなんでチョロプーだっけ、あのモグラのやつなんかなんかにぶっ飛ばされた時にはおっしゃ近くや思ったら、まさかのあの黄色い小太りが来てた。まあまあまあ全体のあの1位なんて、なんかやだな、なんかワリオあの自体8位とかなんかつくな、なんか右上の方にいるの、ピーピーピー、あちょ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 、おかまほってきやがった、ちょちょキノコ海に沈んでってるし、でよくよく考えればさ、俺はコース分かってるから、あのその普通に走れて、また危ないの持ってんだな、ヨムさんがこれやだな、ぶつかんない、ぶつかんないよ、ぶつかんない、そ そうでね、こう嫁さんはさ、ほらこのマリオカートを初めてやるわけじゃないですか、すごいよね、あのコースにちゃんとついていけてるっていうのさ、別に考えれば俺の下手くそざま、自分でざまーっていうのか、欲しい、ウィー飛んでった、コースが分かってんすよ、コースが分かってる1位とコースが分かってない2位ってさ、差がないよね、うん、ハンデつけてなんかあの20秒くらい、なんか急に8位になったって、何一瞬急に8位になって、まあいいや、でそうコースが分かってないのにループね3位つけてる、まあまあ確かに、例えばさルイジサーキットだったらさ全然あれよ、ゴリラだった、パンツ積み切りん、あらら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 、無限無限無限キノコ編で放送しすぎて、あの着地ができない状況で、とかだったらまだわかるって、何の話はとかだったらかい、あれよし、オッケー、ゴリラぶっ飛ばっと、またかよお前はい、だから8位なの、よし、バイ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 、あーまた危ないの持って、また危ないの持ってますね奥様、なんかこうちょいちょいちょい、あのもう全身狂気になってんすよ、おかしくない、なんか後ろから危ないのが飛んできてるような気がするんだけど、後ろから危ないの飛んできてるよねこれね、よし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 、これこれで全身防御、もうこれ勝ち確やろ、もうこれ勝ち確、久々の1位になれる気がする、2コースぶり、無理だった、ちょっとドキ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 、よしドキ、よし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 、ドキ硬いな強いな、あーちょっと待って、ちょっと待って、え嘘マジで、ありありえへんありえへん、嘘、黄色い悪魔、こっかり全身バナナ色野郎に、あんなヒゲがもじゃもじゃ野郎に、最終レースでこれ1位取って、もし仮にヒーロー野郎が2位やったら同率1位になっちゃうってことで、そんなん許されて上まで突き落として、で毎回さ、あの隣の隣のキノコちゃんがさ、オカマ掘ってんの。なんで後ろから追突することをオカマを掘るって言うの。誰かちょっとウィキで調べてみたけど。やばいな、やばいな、やばいな。全身、全身狂気ーちょっと。待って、スターが多すぎる。マジで、スーパースターだらけや。そして、全然走られへん。待って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 。よっしーって。よし、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 よし。おーっと、お姫様、だいぶ荒い運転されてらっしゃいますね。そんなことしたら、召使いが怒るで。あー、なんて言ってね、近い
お姫様がくるくる待ってる。ちょっと、こんなんもう、あれやん、もう1位になるどころかっていう話やん。マジで。やばいやばいやばい。いいね、全身空気。全身空気。その前に、その前に、お前だけは、お前だけは抜いてから使いたいけど無理っぽいね。君、邪魔。口当てろ。よっしゃ、ほい。なんでそこのクッパやねん。おかしいやろ。ほい。ほい。で、もうちょっと早くない貴様ら。貴様ら早くないか、どけ。おだ、アイテムが取れない。ちょっと待って。お前らアベックで、アベックって古いない言い方が、もう昭和ってバレる。いや、平成生まれだけどさ、アベックでさ、その、なんか、二人仲良く悪い以上抜いてって、さすがにこのステージは嫁さんも、苦労してるっぽい。どこ進んでったらかわからないけど、潰れたまえ。貴様ら、全部、めっちゃんこにしてやる。ドンキー。あー、ちょっと待って。やばい、危ない、危ない。あれ、ちょっと待って、こんなぬるぬるしてたっけ？むずいぞ、64って。ちょっと、普通に走っててなんで貴様抜けるんだ？おかしくねえか。オッケー。じゃあ、待って、おかま掘られてる、おかま掘られてる、アイテムも取れない。ありど。ありど。ドッキー。ドッキー。目の前で、来た！そして3位が終わりよってことは俺が1位だ。ああ、でもこのステージはめっちゃあれだね、苦労してね。何も起きた。ということで、最後に奥様がご乱心の、発射した甲羅が多分ね、ルイジのところで多分バウンドするんじゃなかろうかと思って見てるんだけど、どうだろう。バウンドしたね、多分してないけど、止まったってことは、多分赤甲羅が使ってると思う。よかった、このステージは。それマイクに入らないようにここで超ここで喋ってくれたんだけど、耳を澄ませても俺も聞こえなかった。ということで、20年ぶり？小学生以来だから認めたくないけど20年ぶりとかだから、ちなみにこのね、マリオこの今マリオね、ピーチ城で、マリオスーパーマリオ64のプリが、このステンドグラスにピーチは閉じ込められるっていうのがあるんですけど、いた、キノピオじゃない、奥様、はい、という感じでございましたが、いかがだったでしょうか、ご感想は。僕の方で勝手にコメントをつけていいということで、背中に手を添えていただきたい、ありがとう。多分楽しかったからじゃないかなって、勝手に思ってます。はい。ということで、こんな感じでやってるんで、まあ、もしかしたら、他のカップもやってみたいって、思ったのか、おっしゃるようであれば、一緒にやりたいなというふうに思います。Where's Gold Cup? お弁当のスプーンが落ちた。どこでやってんねんっていう話なんですけどね。しゃあない。別室で娘が寝てるからね。はい。というわけでね、今回も、夫婦イチャイチャ実況に、イチャイチャしてるの全く伝わってないと思ってる。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。またね、次回お会いできたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタンもよろしく。ではまた。チャオ。